募集いたしますので、これ終わった後ぴったりな言葉がある方はぜひミネオちゃんまで言いに来てください。よろしくお願いします。考えておきます。じゃあOkay.
ち合わせたかのようなこの音の外し方、ね、素晴らしいですね。もうこれが好きで私はもうやめられないんですよね。このイロハニっていうのは一緒にしても2年ちょっとねなりますけどね。まともに演奏してますよ。この感じ、この不思議な音の感じがねもうたまらん癖になるんですよ ね。皆さんも癖になっていただければなと思います。今日はね、ジャーネーさん、ジャーネーさんねとカラマリさんと大先輩の後に私たちというこの感じでいいのかなと思いながら、はい、やっておりますが、まあ、最後まで楽しくやっていきたいと思います。今日ね、実はね、私本当はドレッシーなお正月だし初めてなのでドレッシーな格好を用意してたんですけど、ミネオちゃんがですね、どうもいろんな人にねミニスカートが最近はかんって愚痴ようになったですよね。で、今日はね、ちょっと公開お仕置きも兼ねてね、とりあえずこう短いままにしとったけど、それどこじゃないでしょ、だってねスカートもね、見るどこじゃないとですよ。だけどスカートがはかんって文句言いますけどね、今日一応ね、履いてはみました。もうこれでね、大丈夫ね、次の練習じゃないので言われてね、私に練習したらね、ついでにね、後ろ小顔になってるんですよ。破けとったじゃないよ、小顔靴下、小顔靴下と、それはね、もらったんですよ。くれた人がね、キョクトラス券が、ニーハイ好きなお兄さんがね、くれた券が、とりあえずそれも兼ねてね、履いてみようかなと思ったんですけど、正面しか無眼鏡があんま意味なかったですね。今日2個目ばもらったですもん。同じ靴下の2個目ばもらったです。どうやら配送料の関係らしくて2個いただきました。ありがとうございました。なんで白紙だろ。2杯好きのお兄さんね、後でなんか話しかけてください。誰かわからんやろけどね。はい、みんなちゃんがもうわからんくならんうちに次の曲行こうか。そうよ、みんなが奏でる
ぱり不思議な音がかませてきたね。ちょいちょいね、ちょいちょいかませてきますね。まあまあ宝探しみたいで楽しいってね。またやってみましょうね。ちょっとうちはなんか結構ねゆっくりな曲が多いので、ちょっとね皆さんがこう乗れる感じのが少ないかなとは思うんですが。騙されますか？あらら、騙されてください。ちょっと待って、ほら弾きよったら次の曲忘れるよ皆さん。これ違う、これ知らん曲だけ、知らん曲だけ練習じゃないと思う。もしくは他のバンドの曲かでしょうね。もしかしたらね、たまにあったですよね。そう、他のバンドの曲を弾かすと。でね、歌えって言いますけど、いやこれ私選んでないけんって。ああって最後まで弾かすけんね、他のバンドの曲もね。昨日2時間しかリハしてない、2時間しか時間ないとに他のバンドの曲が弾き下ろしたけど、まあいいかなと思って一緒に歌えよったけどね。最後までね遊んでました2人で。じゃあ行きましょうか。ちょっとノリのいい感じを。YouTube の見よったけ、あの忘れてください。今のはね多分すっごいいろいろ間違った感じで、ちょっとね YouTube ちょっと見てみました。さて早いもので、結構早いね、早いもので、これね皆さんがね、これ皆さんがやりたいって言った曲なんです。次の曲ね、でずっといろはには最後の曲で歌ってきてるんですけど、来る前にちょっと練習したって。そしたら最初俺どがん弾きよったっけって分からんくなったらしくて、最初はね一番最初がそのまま来ました。
わからないまま、解決しないまま来ました。そして今を迎えております。さてどうなることやら、どうなることやら、やってみよう、とりあえずやってみよう。今練習戦ね、みなさん、今練習戦ね。もう始まるけど、今でしょうじゃないけど、今でしょうじゃない、それいつやるのって聞いてから言わなんだよ、皆さん。今でしょって自分だけ先走ったらいかんよ。行ってみますか。いろはにはね、必ずこの曲でお別れさせていただいております。はい、いつも毎回毎回この曲で終わりますので、ミネオさんのスタートがどうなるか私も楽しみです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。Bye.
ワン